はい、お元気でです。クル出の平です。の、えー、本日はですね、えーまあ、コメントの方でも質問というかあったんですけれども、まあ、うちの生徒もそうなんですけどね、まあ、コメントの方で、まあ、西南学院大学1つしか出してないんですけれども受かりましたよーってことでねあ,のあったようにですね、まあ、うちの塾の生徒でも西南に1個しか出してない子が受かってたりしてます。 はい。で、あるいはその同社に1個しか出してないっていう生徒も受かってます。だからものすごくなんか今年はね、あのー、優しくなってる中古ですね。だからこれは反動で、えー、来年めちゃめちゃ難しくなる可能性がありますよっていうことでね。あの簡単にもう浪人浪人とかいう,うに言ってるんじゃなくって。 もうちゃんとね、後期試験もね、卒業式の後だけども、ああ、もう3月1日卒業式だからもう、あとはもう知らないみたいな感じじゃなくって、もう私立とか国立の後期試験とかね、ちゃんと受けに行った方がいいですよっていうことと、あと1月の親権模試の内容が返ってきてると思います、税績表がですね。で、偏差値は10ぐらい下がってるような生徒いると思うんですよ。はい、この辺もちょっと解説しておきたいと思います。はい、ということでですね、えー、まあ一応、あのー、 状況としては、えー、やっぱりね、あのコメントなんかでも出てるように、そのうちの生徒がそうであるように、おそらく今年はですね、えー、めちゃめちゃ優しくなったということですね。文部科学省からの,その規制がなくなっちゃったので、まあ、規制緩和という形でですね。まあ、定員の何倍も合格させても OK みたいな感じになってきてると。まあ、入学する生徒はね、まあ、そんな多くはないでしょうけれども。はい、ということで。 えー、同志社とか、西南とかね、まあ、そういったところを1個しか出してないのに、どんどん向かっていってますから、多分上の方に上の方にどん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 生徒は吸収されていくと思います。そうなると、もう青南とか、あー後期試験でガッと合格させるんですね。で、福岡大学なんかとかでも、おやっぱり後期試験だけでなく、まあ、補欠をバンバン出していくというふうなことがありえると思います。もうそうしないと、もうどんどん時代者が出ると思うんでね、今年はね。はい。 ということで、さあ、何が起こるのかっていうと、来年の入試がめちゃくちゃ難しくなるという可能性が一つありますよと、まあ、外れてほしいんだけどね、外れてほしいんだけれども、なぜ、えー、来年ね、めちゃくちゃ難しくなるのかっていうと、こ、ま、と、あ、文部科学省が優しくしちゃったからですね、今年文部科学省がまた極端なことをやっちゃいましたから、その反動で、えー、文部科学省がおそらく今年怒り狂うと思うんですよ。 はいそういうふうなその文部科学省が怒り狂うような事件が今年また起きると思います。はいということで来年はもうめちゃめちゃ難しくなるということが反動でね、えー、今年が優しくなった反動で来年がめちゃくちゃ難しくなる中いことがありえますよちゅうことねしっかりそれちょっと解説しておきましょう。はいでまあ、何なのかちゅうと、えーまあ、前にですね、えー、第一経済大学 だったかなはい第一グループですあのこっちの福岡県にね一番その優しいレベルの大学あるわけですよ、うん、でうちの姪っ子がですね今年受験してます。 はい、もう商業高校通ってましたから、もう商業高校だから、あもうそのまま卒業したら就職やんないや,なんやねっていう,ような感じで思ってたら、突然ね、大学受けるんだとかいうふうに言い出して、これで第1グループの方に受験しております。まあ、第1グループだったら、まあ、受かるかという,ようなところなんだけども、まあ、そういうふうにこう優しいレベルなんですよね、一番優しいレベルの大学なんですけれども、それゆえに、まあ、ドッと生徒がね、あの全部最終的に。 あの受け皿としてはそこが最後の受け皿になってますから、そこに集まっちゃって、ですねめちゃめちゃ定員よりも多く生徒が入学したっていう年があったんですよ。これで文部科学省を起こって、ですねもう第1グループに対して、もうその生徒数を、ねえー、そんなに受け入れるなと、定員よりも多すぎるというようなことで、わっとやられてるわけなんですね。はい、というようなことがありました。でもやっぱり、一番優しいね、あの大学ですから。 まあそこの大学が文部科学省がどこを言われたからっちゅうでも、他の大学はもう静観していたわけですよ。ところが、今年はなんかね、すごいことにこうなってるでしょ。だから上のレベルの大学がやられてしまう可能性があるんですよ。だから例の,その定員の1.1倍までしか合格させちゃいけないよっちゅうなことを破って、これで叩かれたっちゅうような大学っちゅうのは、もう西南とか副大よりもレベルの高い大学だったんですね。だったから、 福岡大学とかね、そういったところはもうビビりまくって、もう福岡大学合格者数を1000人バンと減らすとかいうようなことでね、むちゃくちゃなことをやってちゃったりしたんですよ。そういうふうに、今年ね、えー、めちゃくちゃ優しくしているので、まあ定員の2倍、3倍、4倍というふうな人数が入学してしまうような学校が、西南副大よりも上のレベルのランクの大学で発生することがある,あると思われるんですね。もしも発生してしまった場合は、 さすがに文部科学省もその第1グループに対してやったみたいな感じで、ガーンとやると思うんですよ。これでまた、ね、あの福岡大学なんかは特にそれにあの極端に反応する大学で有名なんですけれども、そういうふうなもう私立大学とかが、ね、一斉にもう震え上がって、もう来年はもう合格させないみたいな感じで、ね、極端な行動をバッと取るという,ようなことがありえると思います。と、はい、ということで、まあ 文部科学省をはじめとするそういうい役人さんたちというのは一罰百回というような形ですね、はい、地元の、あのー、方で、えー、大手の自動車会社がですね、えーまあ、労働法に違反するような長時間労働というかサ,サービス残業みたいなことをガンガン,ガン,ガンやらせてですね、まあ、そこのサービスマンの人から私はちょっと相談を受けたんですけどねあの僕も起業したいですと会社辞めてね。 あの自動車会社を辞めて、えー、起業したいですとか言って相談してきておかしいなというふうに思っていたら、まあ、結局すさまじい重労働をやらされてたみたいでこれであの役人さんが一番厄介でねもうそういうのは大手の自動車メーカーですからガーンとそこをやれば他の自動車メーカー全部パーッとねあのそれに従うわけですよやばいっていうことで、うん、というのと同じように青、まあ、南副大よりも上のランクの大学の 方でね、私立大学の方で定員の2倍、3倍、4倍とかいう感じで合格しあの入学者数を入れてしまった場合、ですねもうこれは正直、数字読めないと思います、今年は。もうどこの大学も数字読めないと思うんですよ。だからちょっとかわいそうじゃあるんだけれども、文部科学省ががンとやると思うんですね、今年ということで、そうなると来年の入試というのはすさまじい反動でね、えー、合格者数ががっと減らされるということですね。 福岡大学がこの前やったみたいにね、1000人合格者数をパンと減らすという感じで、福岡大学がやったみたいにね、もう一斉にそういうふうなあのおかしなことが起きると思います。はい。というようなことで、それがないかどうかということをちょ、ちゃんとこう見ておいた方がいいと思いますね。はい。だから、今の高校3年生、あるいは浪人生ね、ね今受験している最中だと思いますけれども、まあ、前期が終わったからもう終わった終わったじゃなくって、簡単に諦めるんじゃなくてね、後期試験につないでください。あのー、 私が、ねえー、大学受験をしたときに、福岡教育大学が定員割れを起こしたんですよ。だから私のクラスメートはね、福岡教育大学に合格したわけですよ。私は福岡教育大学に受けなかったんですよ。そこが第一志望でしたから。でも諦めて、もう国立はやめたということで、私立一本にしちゃったんで、わあ、それだったら受けときゃよかったなというのを思ってですね、大学4年間、もうずーっとぐ,ぐ,ぐず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 していったんですね。俺、大学4年生になったときに、そのクラスメートが、福岡教育大学に行ったクラスメートと同じ一緒にね、私立高校ある、 私立高校を受験したわけですよ。教員採用試験を受けて、彼は受かったんですね。我々は私は落ちました。やっぱ福岡大学だからね、その教育の、教員養成の専門の学校じゃないですから、やっぱ弱いんですよ。まともに教育、あの競争したらね、もう九州エリアでは、もう九州エリアだというか、福岡県では、もうナンバーワンのエリートが集まる福岡教育大学だからですね、全然違うわけですよ。うん、だからそういうようなことがあります。 で、前にも解説したように、佐賀大学の理工学部っいうのは、後期試験で昔定員割りが起きてましたから、あそこを受けろっていうふうに私はずっと指導してました。ただもう本当に全然ダメだよ。どこも受からんというような生徒が、佐賀大の理工学部、後期試験受けに行ったら、受かってたんですよね。だから浪人して、もうダメだ、後がないっていうような子がいたわけですよ。浪人していて。 一浪したけれども、全然成績上がらなくて、もうこれダメだと、ね、もう副大も受からんと、<laughs> どこ、どっか行くとこないかってったら、坂大の理工学部の講義があるね、というようなことでね、ねそこがあの定員割れを起こして,るている中で、そこ行けってな感じで受けさせたら、ちゃんと受かりました。理由は簡単で理科を2教科で、ね、物理と科学とか、そういうな感じで2教科理科を受けないと後期試験はダメっていうのが当時、 酒田屋の理工学部だったので、そんなね、教科試験なんか、後期試験で受けたくないんですよ。ということで、誰も受けに行かない中で定員割りを起こしてましたから、そういったことが今年は起こると思います。これだけで私立大学がね、一斉に全部合格者数を、合格をしていってしまっていると、もう国立大学を受ける生徒ってほとんどいないと思うんですよ。ましてや、前期試験はいいとしても、後期試験なんてしたらほとんど誰も受けに来ないと思うんですよね。今年の国立大学なんかもね。だから受けに行っとった方がいいですよっていうことをお伝えしておきますはい、ちょっと残り30秒。9分30秒になっちゃった。 ということで、えー、あとね、親権模試の、あのー、1月の結果、が返ってきてると思います。で、やっぱりね、偏差値がドーンと下がってるんですよ。同じ学校内での順位は変わらないのに、偏差値だけ下がってるっていうことは、これ、一体何なのかっていうと、うん、あの中高一貫とかが多分参加したんじゃないんですか。 そういういことが起きますあの。高校3年生からの親権持ちとかになるとね、中高一貫とか浪人生が一緒に加わってきますから、ものすごくあの平均点が上がるんですよ。そうなると、あの高校2年生、まあ、これから3年生になる子たちですね、中のはもう手も足も出なくて、来年あの8月ぐらいまではずっと低い偏差値のままいくことになると思います。 もう私も70、あの60代とか、ね、出していた数学が、もう偏差値50代に落ちるわけですよ。10下がるわけですよ。どう頑張っても偏差値58止まりで、60の壁が越えられないよう状況が、8月までずっと続いてました。もう私の時代はもう特殊でね、あの浪人生が大量にいましたから、中高一貫生なんてほとんどいなかったんですけどね。でも今は多分ね、中高一貫生とかが加わってきてると思いますから、かなりねあの、もしとかの偏差値が下がったりとかいう現象が起きてると思いますから、気をつけてください。 はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入ってみればチャンネル登録お願いします。下の方には私のブログ、私の電話番号になりますので、よろしくお願いします。はい。ということで、以上です。